びやかで華やかでとっても素敵。私この衣装に恋しちゃったかもなんて。あれからずっとあの人のことばかり考えてる。私一体どうしちゃったんだろう。大好きな本を読んでいるのにちっとも内容が頭に入ってこない。ううん、それどころか胸の中に新しい物語が浮かんでくるみたいで、もしかしてこれってあれ？私フィクションで終わらせるか現実にするか、それも全部私次第なんですよね。勇気を出さなきゃ。あ、お疲れ様です、プロデューサーさん。はい、バッチリです。プロデューサーさん、ありがとうございます。この衣装、本当に素敵で、毎日これを着て、みんなと過ごして、眠りにつきたいくらいです。そうですよね。私、好きになるとそればっかりになっちゃうので。本も気に入ったら何回も読み込んじゃうんです。ボロボロになったらテープで直したりして。はい、たとえ色あせたりボロボロになったりしても大事なことには変わりないですから。でもアイドルの衣装はそうもいきませんよね。ちゃんと綺麗でないと。え？プロデューサーさん、このメモは一体。低温アイロンのかけ方に型崩れしない保存方法、緊急時の手入れの仕方まで。そっか、本も虫干しとかしますし、長く大事にするにはお手入れが必須ですよね。はい、私この衣装をたくさん着てたくさんお手入れしようと思います。この衣装とプロデューサーさんとの思い出たくさんできるといいな。プロデューサーさん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど。プロデューサーさんは分身してみたいと思いませんか？はい、今回の PV CG を使って2人の私が登場しますよね。もう一人の自分、内なる存在、そんな分身を自在に操れたらって憧れますよね。
部屋にあるうず高い積んどくの山も運針がいればきっと切り崩せますし。プロデューサーさんが二人ですか。プロデューサーさんが私に付きっきりで、ダメです。そんなの付きっきりなんてダメに決まってるじゃありませんか。昼も夜も家でも劇場でもずっと一緒だなんて。もしかして私を徹底攻略するつもりですか。大丈夫です。私ちょっと心を落ち着かせて。